ね、何の話からしようかな。まずね、歌の先生の話からするわ。ちょっとストロから大空スバル知ったりと知らねえよって思うかもしれないんですけど、スバルはですね、実は歌って踊るアイドルな、これめっちゃ声ドラえもんじゃないよ、ちょっと今日の声のドラえもん感やばい。歌って踊るアイドルなんです。ちょっとめちゃめちゃドラえもんなんだけど、マジでドラえもんじゃない、マジで。そうなんです、スバエモン、僕ドラえもんです。寝起きのスバル、ほぼドラえもん説あるな。それでさ、歌のね、先生がね、こういうさ感じの声帯だからさ、スバルは声に個性がないのかも、ちょっとね、シュンとしながらね相談してたわけ。そしたらさ、すごい先生がさ、チッ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 みたいな、いや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 みたいな、そんなことない、むしろ個性しかないですよみたいな。だってそんなこと言われても、個性しかないとか言われてもスバルにはそう思えないんだもん。例えばじゃあスバルみたいな声の歌手っているのかなと思って、いるんですかって聞いたの。聞いたら、ちょっと歌詞は思いつかないんですけどって。そうだな、例えばグーグーガンモみたいな良さがあるんですよって言われて、あるんだよって、グーグーガンモみたいなねって言われて、グーグーガンモってなって、グーグーガンモって何みたいな。でグーグーガンモ調べたら、なんかね、イニシエのニワトリのキャラクターみたいなのが出てきて、ニワトリじゃねえかって。ほい、なんですそれは。しかもこれポジションもドラえもんみたいな、なんかそういうポジションやねん。なんかでも笑ったわ、さすがに。多分先生別にさ、スバルが多分鳥だと思われてるとかあんま知らなくて、知らないのにグーグーガンモに行き着くの運命だろこれって。なんで笑った、笑って元気出た。そう、なんか昔のアイドルちゃんとかはみんなグーグーガンモのモノマネをしてたらしい。だから、なんか鳥がにじみ出てたんだろうね、マジ。そう、鳥類に収束する。ちなみにスバルのリアルマザーはさ、鳥苦手だからね。切なすぎる。ちなみにスバルのリアルマザーは鳥ガチ苦手だからね。鳥見たらうーってなっちゃうんだけど、まさかね、娘が全て鳥類に収束してると思ってないだろう。いや、そうなんだよ、なんか目が怖いらしい。今鳥いた、いやいやいや、違う、母ちゃんの、母ちゃんの叫び声の真似で、鳥が鳴いてる声じゃねえから、いやー、今の声だいぶ鶏、鶏だったって何。全然嬉しくないんだけど。鳥系アイドルとして、バード系アイドルとして頑張っていくわ。グーグーガンモってさ、海外に行き分かるのかな。 Do you know グーグーガンモ?ジャパニーズオールドアニメーション No I don't グーグーガンモ is like チキン、丸いチキン、サークルチキン、丸いチキンのキャラクター、スクエア、サークルチキンキャラクターです。サンデーズコミックやね。 Just like angry bird、 キレてる。なんなんそれな、どの画像見てんだ。アングリーバードってキャラがおる。あ、そうなの、アングリーバードってキャラクターがいるの。ちょっと見るわ。いやいやいや、こんな勇ましくないだろ、グーグーガンも。ちょっとさ、なあ、アングリーバードの似てない。I am グーグーガンもの、アングリーバード、アングリーバード眉毛やばすぎだろ。アングリーバードアイブロウイズやべ。でも確かに親戚ぐらいにはいそう。これアングリーバードって言うんだ、たまに見るわ。あー、おもろ。